皆さん、こんにちは。大人のためのトイレ特撮解説です。私は菊池さんです。よろしくお願いします。それではいつものように気にさんと言いたいところですが、今日は特別にですね、いろいろ諸事情がありまして、ワインさんいただきものですが、デラウェアね、こちらをいただきたいと思います。それでは今日は、今日だけかな、多分ね、デラウェアじゃなくてトモエって言うんですか。いただきます。まあもう、それではテーマ曲をやっていただきますので、私は黙ります。東映エクタスタジオ、内田優作所長、ありがとうございます。乾杯。さあ、ワインですよ。初めてですね。人生何があるか分かりませんね。いただきます。東映エクタスタジオ、内田優作所長、江連隆先生、乾杯。ありがとうございます。いただきます。トラミャン、トラミャン、トラミャン。いただきます。ワインです。今日はビールではありません。おー、爽やか。爽やか。ほんと、トカビョン、トカビョンって感じです。ワインですか。トカビョン、トカビョン。アルカリ性らしいですね、ワインは。はい。そういうわけでございまして。激走戦隊、カーレンジャーですね。ですね、今回というか、昨日私が見たのは、第、激走戦隊、カーレンジャー。あれ？これ何話って書いてないの？もしかして。変わってるね、あなた。17話かな？押しつぶせ、正面衝突。なんだっけ？ファッションデザイナーゼーゼーゼリー、これ浦沢さんですよね。浦沢義雄さん、2連発のうちの最後の一つですね。まだもちろんバンバンかかれます。で、坂本さん、このコンビですね。坂本さんと浦沢さんので、ゼーゼーゼリーは西村智弘さん、1961年生まれで、この方は95年のオーレンジャーの劇場版で出演されて、オーレンジャーの劇場版って見たかなって、なんか見たような気もするし見てないような気もするしって感じですね。なんか見たような気がするけど見てないような気もするし、さっき言ったやん。まあ劇場版出てらっしゃる。で、この話はですね、まあ、前回も私言いましたけど、正しい、何でしたっけ、正しい、この浦沢作品の解説っていうのは、多分ギャグを拾って言うっていうのが正しいんでしょうけど、この作品ね、しかしですよ、しかし。デザインがね、この怪人というか、着ぐるみのデザインがすごくファッションデザイナーらしくて、なんか斬新な、ね、おしゃれ、おしゃれというか、まあ、モダンアートみたいな、かっこよかったと思うんですけど、この人が、シグナルマンに、縫ってあげるんですよ、ジャケット。それがね、すごくかっこ悪くてね。で、で、まあ、そのジャケットが、何でしたっけ、このシグナルマンを、サイレンダーでしたっけ、ロボットを操ったりとか、あとシグナルマン操ったりとか。シグナルマンなんか頼りないですね、簡単に悪の手に落ちてしまって、警察なのにね。そう思いました。で、話としてはですね、ギャグっていうか、まあどうな
んでしょうね。あんまり面白い話では僕ではなかったです。で、前も言いましたけど、これ解説がね、すごくしにくいんですよ、この人の。だからまあ、繰り返しになりますけど、申し訳ないですけど、やっぱり、正しい解説の仕方っていうのは、ギャグを拾っていくっていうんだと思うんですけどね。今回はだからその拾うギャグっていうのがね、なかったというかね。なんか、あまり記憶にも残る。ただ見てるとき、見てる間はまあ、ある程度リズム感がいいんで、ただジャケットがかっこ悪いなって、まあそこを笑うところなのかもしれないけど、僕は人の不幸を笑えるほどセンスが良くないんで、ご覧の通りね。っていう感じでしたね。それでですね、それじゃあもう話にならない、話っていうかお話ができないんで、今更ではありますが、もう一度、さらに詳しく、浦沢、義雄さんについて、1951年までについてちょっと調べてきました。もうこの一作じゃちょっとね、話が続かないということで。で、前も言いましたが、アイデアを書きたいからドラマ部分を書くっていうことですね。で、何でしたっけ？前の前か。あの人がいるじゃないですか。梶さん。梶厚さんですか。梶厚さんって漢字二文字の人いますよね。あの方が、1967年生まれって、これ本当だったら、僕が書き間違いでなければ、僕より2歳しか年上じゃないですか。だいぶ若いですね。浦沢義雄さんより16歳も年上。プロデューサーですよね。この方が、大体、何でしたっけ。その不思議コメディのスタッフは優秀って言ってたんですよ。ね。で、それで、何でしたっけ。鶴姫も、何でしたっけ、有言実行からのね、3人の中から呼んできたりとかされてたんですけど、多分この方はね、この浦沢さんを呼びたかったんじゃないのかなと思って、非常になんかこう、浸水してらっしゃる、浸水で合ってますか。この勝手に神玉は85年にあったわけですよね。で、85年っていうことは、まだこの梶厚さんはこれ合ってんのかな、これなんか妙にこれ若くないですか、梶厚さん。まだ10、まあいいや。台本でですね、冒頭2行にですね、路地裏、たくあんがサーフィンをしているっていうのを読んで、この2行にかなう脚本は見たことがないっていう。まあでもちょっと年齢もう一回、すいません、もう一回調べてみますね、梶さん。そんな若いわけないですよね。神玉、80年。勝手に神玉。まあ確かに路地裏でタカハがサーフィンをしているってのはすごいっちゃすごいですよ。なぜかっていうと、路地裏、サーフィンって海でするもんですもんね。で、大体人間がやりますよね。他の動物でサーフィンする動物って僕ちょっと思いつかないんですけど。で、タコアンですからね。タコアンっていうのは動物じゃないけど、植物の名前は大根ですからね。タコアンがサーフィン、どんな感じで、こんなこう、タコアンってこう、薄く切ってあって、こうで、でも路地裏ですからね。路地裏ですよ。失礼。飲み慣れてない。ビールみたいに飲んじゃダメですね。飲み慣れてない。美味しいですよ、でも。すごく、お上品な。あ、顔赤くなってきたかな。失礼。ロボットはっちゃん。1981年。第3話。僕は、悪い。なんだっけ。何これ、なんて書いてんの、何これ、なんとかロボット、うわ、
失格ロボット違うね。なんていうの汚い字ですね。やっぱり字っていうのはね、綺麗に書かないと、本人でも読めないなんていうのはね、もう本当にメモ当てられないですからね。僕は悪い。なんだろう、これ。悔しいな、自分の書いた字が読めないっていうのは。由々しき問題ですよね。僕は悪い。悪い子？まあいいや。とにかく、こういう、そういう第3話で書いてらっしゃるんですけど、この人はね、殴ってくれ、撃ってくれって言うんですよ。で、マゾロボットっていうのを、この話を書いたらしい。ロボットはっちゃん。81年ですから、勝手に神玉よりも4年前ですね。で、これで一時的に番組を下ろされたっていう、もう筋金入りですね。うん。なんでと思うんですけど、まあ、見てないんで、私、勝手に、神玉。ロボットはっちゃんか、失礼しました。この、あと、不思議少女ナイルナトトメスっていうのがあるんですけど、1991年に。で、子供たちの喧嘩の中で、子供の産めない体にしてやるっていう発言があって、これは PTA から、抗議された。うん。すごい人ですね、この人は。うん。これはちょっと僕でも、それはちょっと、何ですかってなりますよ。だって、いや、スーパー戦隊は、なんだっけ、3歳から6歳ですよね、就学未満のお子様を対象にされて。で、この不思議コメディっていうのがどれぐらいのお子様を対象にされてるのか分かりませんが、それにしても子供の産めない体にしてやるって、まあ子供が言うんですけどね。子供が言う、そういうこと言いますかね、子供が。まあこれも見てないんでね、不思議な少女、不思議少女ナイルナトトメス1991年。この方は、だから、ちょっとやっぱり、企画外というか、よく言えば。で、高寺さんが、前も言ったかもしれないですけど、浦沢さんに路線変更したら、路線変更のお伺いを立て、したら一括されたと。で、最後まで逆路線で行ってる。うん。これがね、まあ、格が違うというか、まあ、ベテラン、もうね、浦沢義雄さん1951年生まれですからね。高寺さんいくつでしたっけ？忘れたけど。上でしょ、多分。しつこいようですけど、稲井俊樹さんが、僕より10歳だから、59年ですもんね。で、それより後なんで、俊樹さんの方が年上ですよ、確か。高寺さんより。だから、まあ、年齢的にもね。うん、で、海賊戦隊豪快じゃ、2011年、14話、今も、交通安全っていう作品があるらしいんですよね。うん、見たいですね、これちょっと。これ、原点の設定を一番無視しているって、東映のプロデューサーの宇都宮隆明さん、この人1970年生まれですから、僕より年下ですね。一番無視しているってすごいですね。忘れてんじゃないのかっていう。ちょっと規格外の方ですね。で、岸正治、レッドレーサーの方ですね。1970年生まれ。おい、この人僕より年下だっけ？岸正治さん。本当？もう電気つけましょうね。暗くなってきました。岸正治さん。陣内京介、岸正治。本当だ。1970年生まれだ。この方。全く設定を忘れている。すごい。まあ、うん。まあ、規格外。で、この方は、コント55号のなんでそうなるの？なんでそうなるの？僕覚えてますよ。面白かった。昔の。これで、なんで聞けす？面白かった。金ちゃんとね、ジロさんのね、
放送作家というか脚本をね、あの久井はじめさんっていう方も含めてね、これは1973年ですから、まだ22歳ですよ、この方が。あのこの方って誰？それは浦沢敏夫さん。22歳の時の。コント55号じゃなくて55号ですね。もやられてすごいですね。もう伝説ですね、コント55号ね。ほんと。2003年、爆竜戦隊、アバレンジャー。もう結構サブで書いてらっしゃる。楽しみですね。2003年って言ったら、これは、今見てる、カーレンジャーは96年ですから、7年後ですからね、7作後ですよ。すごいですね。まだ書いてらっしゃる。すごい。うん、まあでも、ワインは、うん、これ、なんだっけ、ビールと全然アルコール分が違って、まあ暗い中でこんなの見たって書いて、読めるかなと思うんですけど、多分 14% ぐらいあるんですよね。ワインは 5% ですからね、これ1杯飲むだけで、まあ、あの、乱暴に言えば3倍ぐらいアルコール分を取ってる。3本、ビールで言うこれ3倍。何言ってんのか、ちょっとよく。まあそういうことでしょう。でも、350これ全部入んないですからね。入るわけないじゃないですか。こんなの。もう顔が赤いですね。さすがですね。さすがワインさん。サブで書いてる。で、小林、吉明さんでしたっけ？吉明さん。この一番怖いって言われてる。あの監督がいますよね。この人はロサンスさんのことを天才詩人って言ってます。詩人って変わった人多いらしいですもんね。うん、ほんと。でエキセントリックな人柄らしい。 お人も、うん、なんかその仕事としてとかじゃなくて本当にそういう人らしい。でスタジオピエロの深川雄二さんという方が、あんみつ姫の脚本を依頼 しようとして、したら、読売あの広告社の木村京太郎さんから、変人ですから気を悪くするかもしれませんよ、と言われたっていう。本物ですね、この人は。で、裸足で現れて、あの、浦沢さんが。で、話の間も、ずっと足をいじくっていた。まあ失礼だけど、あ、でもこの人はなんか失礼とかそういうんじゃなくてっていう。うん、で、あの、ゴーカイジャーの24話で、愚かな地球人っていうのがあるんですけど、なんだっけ。善玉、化した怪人が差別を受けるという非常に重いあの話、こんな重い話を書いたりする。上原さんみたいですね。なんかね、ウルチのやつとかね、帰ってきたドラマのね。で、仮面ライダー、仮面ライダーバッテン、仮面ライダーウィザード&フォーゼムービーアルティメイトム2012っていうのがあったんです。2012ってさ、だいぶね、今っていうか、このカーレンジャーは96年ですから、だいぶ後ですよね。これも書かれて、脚本。で、中山和樹さんっていう方が1959年、一緒に脚本やられてるんですけど、これなんかこう、なんか4部構成かなんか、僕見たのかな、これ。僕、ウィザード好きですもんね。あの、まあ、この中山和樹さんという人は1959年生まれ、あの、この人、井上俊樹さんと同い年ですね。フォーゼの、あの、メインライターですね。メイン脚本の方。で、なんだけど、ウィザードの方をなぜか、まあ、あの、なぜかって言ったらあれだけど、まあ、浦沢さん。で、ウィザード。で、これは、あの、何でしたっけ、ウィザードが、妊娠する話、あと集合したライダーが野球をやる話っていうのを考えたらしいんですけど、却下されてしまった。
残念だったでしょうね。うん、まあでも、ウィザードが妊娠するっていうのはすごいですよね。大体この人ね、多分見てないですから、全部。あの、何のことか分かんないけど、とにかく書くみたいな。だって自分のメインの、あの、作品のカーレンジャーも、この、ねえ、さっき何でしたっけ？一番原点を無視した。ねえ、すごい大物じゃないですか。まあ、ねえ、原点の設定を一番無視している。ねえ、全く設定を忘れているって。あの、これはあれですよね。豪快じゃん時のね。豪快じゃんの方がでも後か。ウィザード。このウィザード。違う。豪快じゃんの後、ウィザード。うん。この浦沢さんに依頼する人っていうのは、なんかどういう意図があって浦沢さんに依頼してるんでしょうね、本当。だから、うん、まあ僕もカリキュラマシン好きだけど、ウィザードの妊娠する話って結構すごいですよね。まあでも、うん、男性が妊娠するっていう話は結構、なんかどっかで見たような気もするんですけど、まあとにかく却下なと。で、アバレンジャーでは50話中、何話 ?6 話書いてある。で、ゴーカイジャーでは51話中2話。うん。ゴーカイジャーっていうのは、だからその要はディケイドみたいな感じで、ね、オールスターでお祭りの感じなんじゃないでしょうか。うん、多分。うん。ソダさん。今回、曽田さん、最後ですよ、もう。あの、サブだけど。もうね、サブとしても最後なんですよ。今回って何を言ってるかというと、まあ、言うまでもないかもしれませんが、カーレンジャーを言ってるんですけど、あの、ね、あの、この方は1947年生まれですから、4歳、年上ですね、あの、浦沢さんより。浦沢さん51歳ですからね。51歳って言ってもすごいですよ、もう、だから。私より18歳年上だから、70、ね、70ですよ。だって、曽田さんだっても、あの、私より22歳年上だから、77歳？マジですか？本当だね、すごいね、曽田さん。あの、何さんだっけ？浦沢さんの、浦沢さんで会ってます？もう私ね、頭本当もうスポンジ状態になってますね。うん、浦沢さん。浦沢さんの世界観は、自分も嫌いじゃないんですよ、とコメントされて。ね。本当ね。という方で、やっぱり僕もね、なんか変な話だなぁなんて思って見てるけど、あの、そういうんじゃダメなんですよ。これ貴重なんですよ、すごく。スーパー戦隊、これしか書いてないんだから。そんなことないじゃん。豪快じゃんも書いてるし、あの、ねえ、あの、なんだっけ、アバレンジャーも書いてるし、でもわずかじゃないですか。この、で、高寺さんがちょっと、ねえ、路線変更を、お伺いを立てたっていうんですからね。うん、だいぶ若いですね、顔。もうちょっとだけいただきましょうか、美味しいから。ドンドンドドドドンシュウ、効きますね、やっぱりワイン。そんなにいらないよ。なんか今声がしたぞ。いい加減しなさいっていうことかな。わかんないけど、わかりませんか。そもそも本当ビールなかったの？ないですね。ないね。ないですね。まあいいや。非常に心して見るべきものなんだっていうふうに。この人は、だからその、変な話を書くだけじゃなくて、本当に変な人らしい。僕もね、ちょっと記憶、あの、そういう人から言われたことあるんですよ。あの、なんであ、あなた話してるときに、その足を、ね、靴下の匂い嗅ぐのかとかって、靴下脱ぐのかとかって言われたことある。酔っ払ってたのかな？わからない。わかりませんが、
ちょっとね、規格外の方らしい。まあだから、ねえ、そういうもんなのかもしれないですよね。そういう人にしか書けない。でも僕、浦沢さんの脚本で、そうですね、今まで見て中で、あ、これはすごい。あ、でもあの映画はすごかった。確かに。あの、何でしたっけ、カクレンジャーと、カクレンジャーじゃないか、オーレンジャーか。オーレンジャーと、あの、カーレンジャーの一緒のやつね。あの映画はすごい。あれも解説すべきですね、ちゃんとね。うん、したんだっけ、しましたっけ、してないんじゃないかな。なんか映画解説しました。あ、そうだ、あの、なんだっけ。あれはオーレンジャー見てるじゃないですか。あの、なんか、機関車とか出てくるやつですよね。あの、なんだっけ。もう解説したじゃないですか。オーレンジャーと。あの、え、なんでその話してんの？え、今、あの、その話してないよ。今知ってる話は、あの、なんだっけ。あ、なんだっけ。もうなんか、話がごっちゃんごっちゃんぐっちゃんがっちゃん。頭スポンジ。ね、乾杯。もうこれでやめますよ。もうあんまり飲んだらもう練習もできなくなる。終わりです。おいしゅうございました。まあでもなんかジュースみたいですね。おいしいけど。これがうまい。言うかもしれない。わからん。私はそのワイン飲みじゃないんで、多分ビール飲みなんで。高級タバコいただきますが、そういうわけで、まだまだ、何話？もう片付けたな。もう何ですか？帰る気？まだまだそんなことないですよ。まだまだ17話だから、まだまだ、これ28話まで多分あるんでしょう。話の展開もあるしね。なんか、あ、まあネタバレみたいですけど、まあ、見ちゃったのが、この、うん、何でしたっけ、暴族が寝返ったりとか、何でしたっけ、シグナルマンが闇落ちしたりとか、知らないでしょ、見てないから。なんかそんなの見ましたね。あの、なるんだよっていうの。ちょっと開けようか。うん、なんか開けたら電気つった。あ、外の電気か。まあ、いろいろ。ね、そういう、ちゃんと、ね、背骨みたいなところが、こう、話のですよ。展開するようなのも、ね、控えてるということで、ね、まあ、楽しみに見たいところですね。で、曽田さんが、あ、曽田さんじゃない。浦沢さんが、もう2連発終わったんで、あとは、ね、また、曽田さん、あと、なんだっけ、荒川さんってなるわけですね。17でしょ ?17 ってことは、16、17。そう、これは、浦沢さんが書いて、18、佐田さん、荒川さん。で、今度、浦沢さんが3連発して、荒川さん、浦沢さん、お、佐田さん、まあいいや。そんな感じでございます。うん、だから、まあ大事に見ていきましょう。ね。まあいろいろ私もね、疲れたり眠かったりしながら見てることが多いんですけど、まあ浦沢さんってずっと続くわけじゃないんでね。貴重な歴史ということで。うん。僕もコントとか大好きで、でもコント、まあ何でしたっけ。コント55号なんて言ったら、すごいもんでございますよ。もう、ほんとね。金ちゃんの飛び蹴りとかね、やっぱり覚えてますもんね、横に走ったりとかね。うん。素晴らしい世界だったと思いますよ。で、脚本、まあ一人で書いたわけじゃないけど。うん、あと、わはは本領の、ね、くいはじめさんとの縁で、わはは本領のいろいろ俳優さんをね、呼んだりとかしてるって話ですね。まあ、お笑いに大きくシフトしてますね。まあ、それどころか、もう完全に 100% お笑いですよね。もう、
お伺いも一括されたって、うん、でも筋が通ってるって言って高寺さんはね、あの崇拝というか素晴らしいと思ってらっしゃるらしいんですけど、うん、なんかね、うわこの話はすごいって、あの例えば荒川さんのカップ麺みたいのがあんなのが、まあでも性格もありますからね、うん、まあ、 あの相性っていうのもあるしね。まあでも映画はしつこいようですけど映画は面白かった。そういうわけでございまして、顔の赤うさぎ好きと臭いタバコ吸いと声の聞き取りにくい YouTuber に優しくしていただけるとありがたいです。私は菊池さんでした。今日はずっとこのいただいたあのともえデラウェア2020年広島、これ三木って読むんですか、三木わかんない、残り大変美味しゅうございました。うん、ガスがないんでね、うん、これスパークリングワインじゃないんでシャンペンでもないし、だからシャンペンじゃなくてシャンパン、まあいいや、あのでも美味しゅうございました。これね、新品だったらトク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 って最初の音が、まあそんな話はいいや。そういうわけでございまして、あの最後までご視聴ありがとうございました。あ、お体ご自愛ください。季節の変わり目でございます。もう変わったかね、もうだいぶ寒いですね。温度差がね、まあこのなんか朝礼みたいなこと言って申し訳ないんですけど、あとは最後までご視聴ありがとうございました。皆さんのおかげで美味しいお酒をね、こう楽しい時をあの持たせていただいて、最終回かってそんなことないんですけど、ね、最後までご視聴ありがとうございました。菊池さんでした。皆さんごきげんよう。